今日なんですけれども、資料を配らさせていただいたようにですね、リンゴについての栄養素に結構直結していくような栄養素っていうのをピックアップしてお伝えしていけたらなというふうに思っています。まずは食物繊維という栄養素になります。一つが腸内環境を整える餌となるもの、もう一つが余分な糖質とか脂質だったりとかの吸収を抑えるものっていう2つの働きがあります。まず1つ目の腸内環境を整える餌となるっていうところなんですが、腸内環境っていうのをですね、善玉菌、悪玉菌と、そこに日和見菌っていう、そういう3つの菌が腸内環境にはあります。日和見菌なんですけれども、働き方としては善玉菌にも悪玉菌にもどちらにでもなれる、菌というところが特徴になります。なのでもうこの腸内環境を整えるにはこの日和見菌を自分の味方にするしか方法はないんですね。このリンゴは餌になる食物繊維がたくさん入っているので、ヨーグルトとかチーズとか例えば納豆とか味噌とかお食事のプラスにリンゴとかを持ってこれると菌と餌が一緒に、体の中に入ってくるので、すぐに腸内環境というのがお掃除できてきれいになっていくと、それが美に直結していく。次がその嫌な脂質と糖質っていうのを体に入らないようにしていく、カットしていくっていうところなんですけれども、その食物繊維をしっかり食べることによって、胃にですね、こうクッションみたいなでこう覆われてくれるんですね、食物繊維で。そうするとこれから食べる例えばお肉の油だったりとか乳製品の油だったりとかピザとかパスタとかお好きであれば、そういった糖質、そういったものを体にストーンって吸収するのではなくって、緩やかに吸収する、もしくはカットしていくっていうのがこの食物繊維の役割になってくるので、野菜とリンゴっていうのをしっかり食べた後で皆さんがこう好きなピザだったりとかパスタだったりとかお肉だったりとかそういったものを食べていくと太りにくくなるというところになります。しっかりプロポーションを維持できるような食べ方になってくるので、ぜひ食物繊維が入っているリンゴっていうのを食事に取り入れるとすごくいいんだよっていうところになってきます。次、もう一個注目したい栄養素があるんですけれども、それが、ポリフェノールとビタミン A、C、E という栄養素になります。抗酸化作用っていうのは活性酸素を除去していく。活性酸素ってもう日常的に今もうここら辺にうじゃ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 もうあるんですけれども、10円玉とかってずっと空気に触れていると何年も経つとピカピカだった10円玉がなんかこう黒ずんでるっていう現象があると思うんですね。それは酸素が触れることによって10円玉がまあ老化してしまったっていうことになります。なので皆さん今こうやって呼吸をして酸素をどん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 体に取り入れているので、どん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 老化していってるわけですね。1日約7万3000回も活性酸素の影響を皆さん受けているので、どん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 今も攻撃されている最中ってことです。じゃあその老化をストップさせるっていうのが、より綺麗にずっと綺麗でいるための美の秘訣になってくるわけですね。その活性酸素を除去していくのが抗酸化作用のあるポリフェノールとビタミン A、C、E の栄養素たちになります。でそれが全部入ってるのがこのリンゴなんですね。なのでぜひこのリンゴを定期的にとって、その酸素で嫌な形になってしまった活性酸素を除去していくっていうのをやっていただけるといいかなと思います。リンゴの食育を終わりにしたいと思います。ありがとうございました。